今飛行機にいるんですけれども、今回タイに一人旅行をしようと思い絶賛向かっている途中でございます。で、大阪からタイのバンコクまで7時間ぐらいかかんねんけど、長すぎるってなってだんだん退屈し始めてる私でございます。機内食もいただきました。タイ国際航空っていう飛行機に乗ってんけど、で、機内食あるって知らんかったら空港でサンドイッチも買ってんな。ご飯もいろいろ選べるらしくて、なんか CA さんが英語でどれにするっていうのを聞いてくれてんけど、自分英語ほんまにわからんねんな。だからとりあえず聞き取れた英語を全部 Yeah! OK! Yes! とかって言っていったら、チキンカレーと白ワインが届いてんな。横の日本人のデザイン大丈夫って言われたもんで、しかも最後どら焼きまでついてきてんの。すんげえこの飛行機。バンバガ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 バン。タイに来ました。バーバン。見て、めっちゃタイ語じゃない。てかさ、汗やばいねんけど。日本って3月にめっちゃ寒いよ。けどタイって今34度、5度ぐらい超えてんねんて。やっぱさ、何やかんやさ、一人旅行ってきますとかって結構ワクワクしてくる。ついたらついたら怖くなってくる。これ大人になったからでしょうか。ちゃんと私はこれバンコク市内につけんのかな。そう、今回バンコクに来てん。バンコク。テンション上がる。タイに来た感じある。チャオプラヤ川っていうさ、有名な王宮とかがあるとこがあんねんけど、そこにめっちゃ近い場所、結構都会、あ、もううるさい結構都会のとこにホテル取ってんけど、スタバとかケンタッキーとかさ、近くにあるわ。ホテルから3分のとこ。スタバとかケンタッキーとかあるだけでなんかこう心の拠り所感がある。自分めっちゃ汗臭くてやばいねんけど、なんかこの、まあ、ホテルの周りにないろいろなんかタイパンツとか売ってるからもう買ってくるわ。スーパービーバーのライブティーできました。衣替えしてるからさ、寝巻きとかに着てるやつしかなくて、寝巻きに大体このライブティー着てるからスーパービーバーの詳しくなかったんだ。タイで自分がやりたいことで、まずご飯を食べるというのもあんねんけど、タイで1日1回絶対したいことがタイマッサージ、タイ古式マッサージをしてもらいたいな。ホテルの近くにタイマッサージ屋さんがあるからちょっと行きたいと思います。300バーツ、1時間なんぼや。マッサージ後、マッサージ後でめっちゃ顔むくんでるくない。タイ古式マッサージってこの押す感じのゴリゴリ感がすごいよな。タイ行きたいってさ、マジさ1年くらいずっと出てんけどさ、やっと行けることになりましたですね。なんか去年な、一人旅したいなとかって思いつつも、なんかこう気が乗らんくて、去年なんかすごいさ、なんか激やみしててな、なんか1年総括してな、今年はできるだけその去年みたいにならんように、ならんようにっていうのもあれやけど、自分のモチベの上げ方をもっとこう頑張ってなんか作っていこうぜって感じで、なんかそんな感じで旅行に来たんですよね。ちょっと気持ち的になんか外に行きたいなっていう気持ちになったのがあって旅行したのがまず一つやろ。あと気持ち的に元気って言ってもさ、なんかそのやっぱいろいろ考えることってあるやんか。この20代後半になってきてからなんかめっちゃ将来のことについていろいろ考え始めへん。結婚っていつするんやとか、こうでも仕事めっちゃ頑張りたいよなとかさ、そういうの考えていったらさ、なんかこう気がどんどんなんか沈んだりとかするやんか。そういうのも含めて一回いつもと違う日常のところで過ごしてる。あとは3つ目は、恋愛に依存したくない。会いたいなって思う人ができたら、時間あるなら会いたいって思うやんか。けど一旦それやめようと思ってんな。だからなんかそれも含め一旦恋愛とかも忘れて、いろいろ普段日常で結構考えることを一旦もうこうやってこうやってもう閉じ込めて旅行に行きたいなって。大体旅行ってみんなそういうためのもんやんな。自分結構ポンコツやからさ、結構人に頼りっぱなしなことが結構普段多いんですけども、一人ってなったらさ、全部自分で調べて全部自分で危機感とか持って動かなあかんやんか。自分一人でもこんな頑張れるんやみたいな感じなんて自信にないっすやんか。旅行したい人って全員多分そんなこと思うねんって感じのことやけど、そんな感じのことを思って旅行に来たっていうあれですね。美味しいものいっぱい食べて、心も体もたくましくなって帰りたいと思いますって感じで旅行が始まってんけど、ホテルの周りが割といろいろあったから、2日目はホテルの周りを徘徊して終わりました。地元の食堂って感じのとこ自分好きやねんけど、そういうとこでご飯食べたり、もうとにかくめっちゃのんびりしてんな。あと近くにめっちゃ大きいショッピングモールがあって、なんか SNS で読みたからな、行ってみようと思って行ってんけど、ちょっと寄ってみようぐらいで行ったら、もう思いのほかそこのショッピングモールがでかくて、ご飯とか雑貨屋とかもうずっと回ってたら、気づいたら一日終わっててんな。でその後マッサージ行ってんけど、あれ今日自分何してたっけってすごい振り返ってななってんの。あれこの日何してたっけって。2日目と最終日の4日目が結構激ゆる旅行してるから、
そこはちょっとサブチャンにあげたいと思います。おはようございます。去年過ぎてアラーム10時にさ設定して、で二度寝したら12時になってた。有名どころはさもう結構回ってんな。ちょっとバンコクか 1,2 時間とか行くところとかも結構回ったから、3回目はのんびりしながらご飯とかマッサージに行きたいっていう。今年はいろいろ一人旅したいなと思ってんねんけど、急に違うとこ行ったら怖いから、一旦自分の知ってる国を挟んでからなんか違う国行きたいなと思って、そう、そんな感じで来てるな。でみんな結構人柄穏やかじゃない、タイの人って。うわ、ぬくぬく乗った。自分さめっちゃ車酔い激しいねんな。日本でもやけどタクシーとかバスとかめっちゃ酔うねんな。なぜか窓開いてる状態は全然大丈夫やねんな。なんでやろな、これジェットコースターとかもめっちゃ好きやねんな。すっごい勢いで走ってくれてる。今日はまずカオサンロードっていうところに来ます。有名やけど、あの屋台とかめっちゃ多いし、結構ワンチャカワンチャカしてんねんな。なんか1回行ったとこもうええわって自分結構なるタイプやから、なんかあんまりその1回行ったとこを巡らんねん。カオサンロードはなんかなすごい好きやねんな。あ、おったおったおった久しぶりてかさ、なんかタイってさおもろい T シャツ多くない？それ探しに来てんけど、セブンイレブンとかある？ T シャツ買って帰りたい。前お土産でも買って帰ったのよ、大学生の時にな、あの好きやった人におもろ T をお土産として持って帰るってことしてた。カオサンロード入っていったら100匹が結構すごいんやけど、なんかおもろそうなギアチェンジしてくれるお店があったからちょっとやってみますどんな感じの髪の毛になるんでしょうか。マジ何してんのって思うよな。2人で何してんのって一回こんなんしてみたかったな。やっぱ日本でちょっと恥ずかしいと思っちゃうよ。誰と会うこともないから、ちょっとやってみよう。すごい綺麗ちょ、あのさ、さっきさ道端で服買ってんな。こういう髪の毛するっていうあの予定なくて、明るそうな服買おうと思って買ったらマジ異国の人って感じになってる。やばくない？暑すぎてマンゴースムージー買ったわ。ちょ、カオサンロードを来てずっと食べたかったもの見つけた。このさ、ロッティ食べたくてさ、ムッチムチやねんな。うわお、すんごい。ワンハンデッパー、そこまで。サソリやで、サソリ。これさ、お風呂どうやって入んねやろ。お風呂どうやって入ったらいいか問題じゃない。 YouTube を撮ってなかったら、こんな自分がわけわからんことしてんのなんて映ってないんやろな。一人旅に来て一人でこんなんしてるやつもいますよっていう、日本で味わわれへんことしないとね。お兄さんが自分のために焼いてくれてるこのロッティ、このロッティをなめっちゃずっと食べたくて、庶民超えた目にカオサンロード来てんな。なんか自分のホテルの周りにロッティがなくて。これめっちゃ甘ったるくてさ、めちゃめちゃ美味しいねんな。これマジ好き。いただきます。これは程よい甘さやけど、なんかヌテラとか練乳とかいっぱいかけて、なんか激甘のやつとか食べたことあってんな。それでロッティ好きすぎて1日1ロッティとかって言ってさ、なんか食べたりしてんな。うんふん、うんも。 From Japan? Yes, Japan. Japan, Osaka. Do you know? I know the name Osaka, Nagoya. Oh! I not have been. あ、I already いた。こういうのは行ったって言っとけばいいと思う。なんかカオサンロードはなんか日中来る方が自分的にいいのかなと思う。夜が賑やかすぎて、でなんかめっちゃ安いホテルとか泊まっててんな。一泊2000円とかのさ、じゃあ壁薄すぎて、夜しかもずっとクラブみたいにガンガンなんか流れてて、寝られへんってなって、そんなことがあって今回は違うとこ泊まってんけど、やっぱこのワイマイ感好きやな。コロナ禍前しか知らんけど、ローティーうますぎる。うんうん、あった。タイに来てカオマンガイの美味しさを知ってんってことで、なんかめっちゃ有名なピンクのカオマンガイっていうカオマンガイ屋さんがあるんだけど、知ってる人もいるかもしれへんけど聞いたことなかったから入ってみようと思います。ずっと食べてみたかったカオマンガイ、案外ちっちゃいねんな。
美味しいわ。鶏の油ってドキドじゃないのに鶏の風味がすごいっていう。美味しい。こんなソースも絶対美味しいやろな。うん、ソースも美味しいな。ただ結構さ、鶏のチキンが少ない。もうちょっと欲しいな。熱すぎてタイミルクティーお店の25バーツ。美味しい。チキンもうちょっと欲しいか。おかわりした。タイに来てからな、またカオマンガイの美味しさを知ってるな。だからもうどうしても来なかった。みんなマジで行きしないのったトゥクトゥクのおじさんが結構優しかったんけど、値段がな、さっき乗ったお兄さんが結構多分ぼったくらいだと思う。ぼったくらいだいてもさ、何千円とかじゃなくてさ、何百円とかやからさ、もうええわってなってんな。最高に美味しかった。ごちそうさまでした。またマッサージ屋さんに入りました。自分一人だけでタイのスタッフさんが7人8人おる。周りにいっぱいいらっしゃる。こんなに毎日マッサージしてもらってたら、日本に帰ってきた途端疲労感がすごそうな。こんなにマッサージしてもらってるだけで、なんかお肌の調子がいいもん。お母さんに見せたい。お母さんが毎日あの大丈夫って LINE 来んねん。お母さんスタバあるから安心して。しかもこんなに元気。今からナイトマーケット向かいたいと思います。駅まで歩いたらさ、鬼滅とめっちゃコラボしてるこのショッピングモール。そこに善逸と思われる頭と伊之助、バカでかい炭治郎、めっちゃでかいな。可愛いな。しかもドリアイタクシーに乗ってます。これまだ空いてた方のタクシーやねんけど、自分さっきまでこんな感じで握ってたんだけど、楽しいな思った。こんなんめったにできへんからと思って。いろいろトータル電車とかも含めて1時間ぐらいかなと思っております。なんかシーナカリン鉄道市場っていう、現地の人が結構来るんやって。地元の人が結構来るナイトマーケット。めっちゃヒゲ流れてるやん。あのヴィンテージ系のものがいっぱいあるらしい。古着とか雑貨とかもいっぱいあるし、グルメもいっぱいあるみたいな感じで、結構なんかヴィンテージ系のナイトマーケットみたいな。楽しそうじゃない。なんかすごいゆったりしてるから、あのそれこそ一人とかで来るのにすごいいいって書いてあるな。でおしゃれじゃない。ネットとかにも書いてあるけど、こういうなんかほんまにヴィンテージアンティークって感じの結構モチーフのナイトマーケットらしいですね。ちょ、今からご飯食べんねんけど、見てこれさ、2階のテラス席のとこにおんねんけど、この側が全部屋台。すっごいお腹の脂肪、ここ見えててもちょっと無視しといてな。ビールが飲みたくて飲みたくて、昨日飲むの我慢したもんな。今日の朝早起きしていろいろ回ろうと思ってビール我慢したのに、昨日どこ行こうかなっていろいろ考えたら、お夜更かししちゃって12時からの今日は指導になったんですけど、お疲れ。いただきます。うぅ、案外4泊5日ってすぐやんな。だって明日観光したらもう終わりやろ。言うて3日しかさ、丸々いっぱい遊べる時ないやん。でも自分がすごい結構ノロノロ亀みたいなスピードで動いてるから、全然そこまでいろいろ回れてないっていう。今日なんかだってさ、ショッピングモール薄いって終わってんで。何してたんやろって感じ。ほんまは明日からチェンマイ行こうと思ってんな。チェンマイもようめっちゃいいって聞くからさ、チェンマイとかなんかめっちゃ遠くの田舎の方行きたかったんけど、ちょっとこれスケジュールミスやな。魚？何魚これ？どうやって食べんのこれ？だからスパイシー系結構食べたから、普通のフライの味が食べたくなって魚にしてんけど、魚に詳しい人わかる？これ何の魚？いただきます。なんか川の味がする。川でさっきまで泳いでたんやろなって感じの味がする。どうして食べようかな。結構川でさっきまで泳いでたんやなっていう味をするから、巻いて食べたらいいみたいな。うん、川が近い、雨降った後の公園の周り歩いてる時の味がする。匂い。え、結構生じゃないこれ。エスニックをちょっと一旦避けようと思った結果、
とんでもないエスニック味に出会った。なんかレア焼きなんかわからへんけど、結構水みたいな溜まってんのな。でも今んとこ何もお腹壊してない。続いてこの麺食べます。なんやろこれ。いただきます。風じゃないよ、冷たいんやこれ。そうめんのもうちょっとツルツルバージョン、美味しい。ただめっちゃ辛い。このタレが辛すぎる。かわいいよな、こういうヴィンテージショップとかもあんねんて。こんなん日本にあったらさ、配送で送りたいのにな。かわいい、いいな、こんな家具欲しい。めっちゃでっかいあの缶のキャップとか、かわいい。これなんかめっちゃ周りをちびっこが走ってる。ちょっと海外にこういうとこデートとかできたら楽しそうやな。ほんまにガヤガヤしなくてめっちゃいいな。一人でタイ来る人ここめっちゃいいかも。シーナカリン鉄道市場、木金土日しか空いてないねんて。何の音やけこれ。マジここゆったりしててめっちゃいい。カービィよりこんなにいっぱいあったら逆に悩むよな。なんかアメリカ感がすごいある。車好きな人とかやって楽しいかな。で服を買おうとしております。これ可愛いな。何食べようかな。はい、すごい日本って感じのお寿司がいっぱい。なんかネットで見てんけど、このなんかモフモフのパンちょっと気になれへん。昆虫とかも売ってる。さあ自分のチャンネルで、初めの方に虫食べてる動画あるから、もし見つけたらこれもしかしてちょっとコメントして。カゴのやつ、ちょもう暑いし甘いもん食べたいし、もう今どんちゃん騒ぎやねんけど、ココナッツスムージー買ってんけど声が溢れそうになってんの。めっちゃ練乳みたいで、このなこれ美味しそうじゃない。チーズこってりのじゃがいも。あとタイの人がお土産って感じでなんか結構持って帰ってんの、このなんかパリパリのやつ。なんか3個とか4つとか持って帰ってる人おったから、なんやろうと思って。でこれがモフモフのパン、これいただきます。なんかほんまにシュガーバターパンって感じ。出来たて食べたらもっとふわふわやったんやろな。ほんまに今暑すぎてさ、なんかココナッツスムージーからちょっと冷気出てんねんな。ちょっと冷気出てるくないっていうぐらいめっちゃ暑いっす、ほんまに。なんかずっとミストサウナおるみたい。すごないこれ。なんか多分 YouTuber とかなんか宣伝したからか分からへんけど、結構有名な感じのとこっぽい。おいしそう、いただきます。うんうん、うんうん、これめっちゃ美味しい。うん、これ結構さ日本のお店にあったら、最寄りの駅とかにあったら絶対買って帰ってんな。何屋さんこれ、なんていう名前のとこ。あ、続いてこれ、うん、何やろこれ。表すならなんか3時のおやつに食べても罪悪感あんまないですよっていう薄さ、ほぼゼロカロリーっぽいって感じの。何やろこれ。こんなにさ辺り見渡す限り日本人誰もおらんくてさ、海外の人ばっかりでさ、こうやって一人でおったらさ、え、自分ってそもそもこれ生きてんのかなっていう気になってこやん。生きてる感がないよな。なんかほんまに透明人間になったんかなと思う。隣の家の人の庭を勝手に荒らしてるって感じする。これほんまに美味しい、来たらぜひ食べてみてほしい。これコカコーラのフローズンみたいな。うん、ちゃんと炭酸感じる。ほんまにずっとミスサウナ。日本の冬ってさ結構寒いからあんま好きちゃうけどさ、日本の四季ってすごいありがたいんやなって思うな。冬とかあんま好きじゃないけど、やっぱこんだけ暑かったらやっぱ早く冬来てほしいって思うもんな。ナイトマーケット帰ってきて、で今日の朝らへんまで、まあ、今もやねんけどずっとお腹壊しててんな。ホテルでもうずっとトイレ行くと思ってお腹壊して、そのままなんか脱水症状みたいな感じ見たか分からへんけど、起きたら頭めっちゃ痛くて、そう薬飲ん
で今はまだ穏やかに、あんだけスムージー飲んで川魚っぽいの食べてお腹の強さ結構あるよね。普通に日本でもさ、あんなスムージー1日3、4本飲んだら壊すわって感じ。でこの被災者日4日目は死体博物館って呼ばれてるな、なんかずっと気になった場所があってんけど、そこに行ったり、まあ、船でも乗ってみようかと船乗って、まあ、なんかその後マジをゆっくりブラブラしたり、でロティをやっぱもう一回食べとこうと思って食べて、であとプーパッポンカリーっていう、これ視聴者さんに教えてもらってんけど、カニのカレーがあるらしくてそれ食べに行ってんけど、これが一番美味しかったかも今回のご飯の中で。でその後レストランのちょっといいマンゴーを食べて、もうお腹壊した翌日と思えへんほどいっぱい食べてんなでラストのご飯にはやっぱしカオマンガイってことで食べましたね。この日もめっちゃ激ゆる旅行やってんな。だからそのこういう割愛したとことか、あとなんかワッツインマインバッグみたいな感じで持ってきたもの紹介とかしてるから、またサブチャンで動画あげようと思います。今週中にあげようと思います。大楽しかった。さあ日本帰ります。太陽を吹き倒れすっとこう。乗り方分からへんねんけど、どうやって撮んのって、さっきから一緒になってるってか、今日ピアス1個どっか行ってねんけど、可愛かった髪の毛ありがとう、やねんけどどうやって撮んのこれじゃあこっから最後どうなるのか、アフターありがとう見てくれて、ありがとう見てくれて、バイバイ